きます。やばい。え、ちゃうわ。レート高いんやったっけ。おお。おお。引いた。出た。空にし、よかった。まあでも急毒急毒やか、裏あるんじゃん。あクボアルはいた。いやもうこの時点でない。あざっす、ね、一応転売情報として、まあ、ディスコードの方を運営してまして、まあ、入る条件としては、Twitch のサブスクですね。あとは一応 YouTube のメンバーシップも復活しました。まあ、このどちらかを入っていただければ、ディスコードの招待送ります。で、まあ、リンクに関しては概要欄の方に貼ってますので、そちらから、お願いします。あの、わからなければですね、僕の方の X に DM していただけたらと思います。で、まあ、登録後僕の、X にまた DM していただけたら、そこから招待の方も送りますので、よければお願いします。まあ、これ、まあ、ざっくりとした、まあ、紹介文ですね。まあ、こういうのを上げてますよっていう感じのです。まあ、その日、各毎朝、更新してます。で、あとはですね、これ以外にもリンク貼って、まあ、これ以外の選手っていうのも別でおすすめに出してたりもしてます。あとはですね、まあ、SBC であったりとか、まあ、過去作の TOTY についての、まあ、説明であったりとか、まあ、イベントですね。過去作で出てたイベントとか、まあ、こういう時期はこういうのは高いですよっていうのも紹介とかも、したりもしてます。で、あとはですね、まあ、他にも、まあ、リーク情報とかも、ちょっとここに画面映しちゃってないんですけど、リーク情報とかも、出したりとかっていうのも含めてやってます。はい。まあ、この下にアップグレとか、ブラックフライデーとかもいろいろ貼ってるんですけど、はい。で、まあ自分の成功した案件とかもその辺も載してるんで、まあ自分がやって転売とかも参考にしてもらえるかなと思ってます。はい。ですね、あの、以前入ってた方とか知ってると思うんですけど、もともと転売情報とか質問系っていうのは全く一緒にしてたんですけど、あの、質問のも結構数多くいただいてるので、ちょっとサーバーを2つ分けました。今2つ運営でしてて、あの、まあだから転売情報だけ欲しいっていう方は、こっちだけをまあ通帳にして、もし質問の方でこう数が多くて、通知が多くすぎた間っていう方は、こっちは通帳付とかに分けるように、まあ2つに分けてて、まあこっちであれば、あの、例えばまあプレイの質問であったりも OK ですし、まあスカットの共有とかですね、スカット相談とか、あとまあ雑談も含めて、まああとご質問は、まあ市場転売とか、転売以外っていうのが、まあ先ほど言ったプレイとかになってきます。まあこういうのも、やってますので、あの、まあ、転売以外のところも、まあ、質問できる環境にはしてます。まあ、初心者の方とかも含めてですね、まあ、ちょっと対応もずっとできるわけではないので、極力早く対応はしようとは思ってるんですけど、自分の空き時間とか、まあ、僕以外の方もあの答えしていただいたりもしてるので、よければ興味ある方はぜひ入ってみてはどうかなと思います。はい。